現実況劇団鳥のすめ。どうもー、鳥のつめ団外です。今回もファークライニュードーン続きの方やっていきたいと思います。前回はようやくジョセフに会うことができました。今度はついていくという展開みたいなので、ついていきましょう。神の炎による浄化の後、神は我々の行くべき旅路を示された、私はニューエデンへ至るために何が必要かを悟った。人々が外に出るようになると、私は信者を集め新たな道へと導いた。なるほど。旧世界とつながりのあるものを拒絶せよ。いわゆる電気とかそういうものだよな。新たな社会を創造し、大地の恵みから必要な分だけを取って生きるのだ。あ、農作業してましたもんね。あ、腰痛い言うて。厳しく暗い冬は私を絶望させた。あ、だがその絶望の中で救いを見つけた。それがこの木だ。ここに実る神の恵みが我が家族に飢餓と疫病に耐える強さを与えてくれた。なるほど。ニューエデンは栄えた。我々は地上の楽園を築いた。だが平和は長続きしなかった。あのイナゴの群れが来たせい。イナゴの群れ。彼らハイウェイマンは我々が拒絶してきたものを体現している。魂が腐り病んでいる。だが君は違う。君の魂には価値がある。いやでもかつてはお前らもイナゴの群れみたいなもんだったんだけどな。その辺のこう解釈はどうしてくれます？だいぶあなたたちも大虐殺してましたよ。あー、これもかつての祝福が入っていたケースだよね。これこそが君の助けとなる。神の恵みだ。ずっと我が家族を支えてくれている。禁断の果実なんじゃないの？でも君に託そう。知恵授かっちゃう。やば。この奇跡を。こういう展開でもかっこいいっすね。最初にこの恵みを口にした時、私は貪欲な獣と相対した。自分自身と。その瞬間、これに打ち勝つ者こそ神の恵みに値するのだと悟った。魂を清めなければ私はあの獣に食い尽くされていたことだろう。なるほど。神の試練だ。魂を清め。めっちゃコントローラー振動してる。力が宿ったリンゴみたいなやつなんだ。わわわわわわ。君がやり遂げれば、君の魂に汚れがなければ、君は神に使わされた指導者ということだ。そうすれば私も戻れる。我らの奇跡は生き延びる助けになるが、無条件にその恩恵に預かれるわけではない、この奇跡は魂を糧とする。
その魂が汚れているのであれば、恐ろしい代償を生み出すことになるだろう。なるほどね。これまた精神世界での戦いになりそうだな。生き残りたい。崩壊が起きた場所。なんだここは。獣を見つける。あ、松明が次々に灯ってくね。なるほど。いやー、なんかかっこいい展開だな、これは。本当に選ばれし者になれるのかどうか。なんだこれは。内なる獣は、内なる獣。弱り果てた時こそ好機だ。うわ、マジか。いやー、内なる獣強すぎる。いや待って、内なる獣、待って、いやー、やばすぎる。グリズリーなんていうサイズじゃねえ。一発当てた。やばい。よし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 。どっかに別の武器もあるかな。繋がろうとする獣を打ち倒せ。オッケー、打ち倒せ、了解だ。もうヒットアンダーウェイだね。何かこう弱点部位みたいなもの、あ、お腹だ、お腹が弱点だ。あそこを狙うしかないな。4000いくつ入ってたよな。じゃないと一発が241しか入らないもんな。一応矢はフルだから無限に打てるみたいだけども、きついよな。どうやったらあいつの腹を見せるんだ。リスクを犯した方がいいのか。いやでもそんなこともねえよな。危ない。ジャンプ、よし、そこチマチマでもいい、多少与えていく。腹を見せてくれ。あそこの弱点部位がないと、いやまずいぞ。やべ、結構削られてんだ。一回回復しようか。よし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 。リップラインで一回距離取って、やだね。まずい。煙？なんだなんだ。状況が変わったぞ。暗闇の中で内なる獣。暗闇の中で。はできない。なるほど。のろしを上げなくちゃいけないと。まずは一箇所。二箇所。三箇所。あとどこ？ああ！びっくりした。あとそこだ。よしよしよし。暗闇の中では戦えない。危ない。ほら、よし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 。いや、なんだこれ。勘弁してくれ。どっか現れた。そこ、よし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 。ここか。あ、ここののろしまで上がってなかった。まずい。よし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 。さあ、のろし上げたぞ。君が抱える罪の心臓を貫く。ああ。危ない。ああ、危ない。やばいやばいやばい。逃げて逃げて。危なかった危なかった。ジップライン使って、よしよしよし、距離取って。なかなかお腹を、いやー、見せてくれないな。これやれば一応距離は取れるんだけども、お腹見せてくれないのよ。やばい。いや、痛い。ワンパン食らった。ちょっと距離離していこう。あいつ結構速いんだよな、足が。よし、そこ、うーん、外した。まずい、引っかかってる。危ない。一回こっちまでまた上がってって、ジップライン使おうか。半分以上はもう体力削ってるんだけどもね。そこか。まずいな。よし、ジップライン、よしよしよし。そこ、よしよしよし、いいぞ。また一段階進んだ。嵐だ。炎が魂を浄化する。オッケー、炎が魂を浄化するだもんね。オッケー、一回消して。やばい、また出てきたぞ。オッケー、ダメージ入った。しかもでかいぞ。これでもう一回灯す。
切れたか。やばい、いやー危ない。いや、のろしが一箇所まだ上がってないぞ。どこだ。当たってない。よし、当てた。よしよしよし、あれか、そこ誰か。まずい。よしよしよし、飛ばした。オッケー、のろし上げたね。これでまた通常状態に戻る。中を駆け巡る力を解き放て。オッケー、駆け巡る力を解き放て。なんだそれは、なんだそれは。うわーってなってる。なになに、パンチ、パンチ、肉弾戦、肉弾戦なの。嘘でしょ。あー殴った。おー殴った。内なる獣殴っていく。おいいやすげえ。これとんでもねえバトルだ。理由だ。家族の中にこの奇跡を手にしてはならない者がいる。なるほど。たとえ愛する者、家族であってもだ。罪とは獣、獣に餌を与えてはならない。君こそが導き手だ。共に行こう、ニューエデンに。つまりイーサンは獣ってことだよな、おそらくな。あの感じだと未来を開きたければ私の言葉を受け入れるのだ。もはやジョセフは我々を救ってはくれない。二度と戻って来ないのだ。さあ今こそ幻影を打ち破って。そしてファーザー、どうも連れてきました。ファーザー、今までどこに。神対応だ。ファーザー、エデンの全てが危機に瀕していた。それなのにお前は俺たちを見捨てて消えた。なぜだ。神の言葉を聞いていたのだ。神の言葉を。我が子はやっぱ違うな。格が。君たちは苦しみそして恐れている。私はそばにいてやれなかった。だが見捨てたわけではない。神は示された。この暗闇を抜けるための道筋を。もはや壁の内で身を潜める必要はない。強欲なイナゴの群れが過ぎ去るのをただ怯え願うのはもう終わりにしよう。戦いの時が来た。神はそのための剣を下さった。見よ、神はこの者の魂が純粋であると認められた。私は伝えに来たのだ。この来訪者こそが我らの指導者だと。ファーザー、今こそゲートの外の略奪者どもに立ち向かうのだ。そして共に神が約束された未来へと歩みを進めよう。待て、お前は俺を、俺たちを捨てたんだ。何も言わず、何も教えず、だから俺は必死で皆を導いてきたんだ。それを今さら、俺は認めない。勝手に舞い戻って指導者面は許さん。そうよ、指導者はこの俺だ。そうよもいる。指導者はジョセフだ。あ、ジョセフでした。俺が導く。私たちはファーザーに続く。あ、息子、残念。私がいない間のお前の重圧は理解している、だが神の意志だ。ああ、反感回想を。願いを犠牲にしなければならない時もある。神の命は絶対だ。お前が何を犠牲に。いつかお前にも見える光が。さあ皆で始めよう。なすべきことは多い。一人だけが納得いってない感じですよね、イーサン。
さあ、ファーザーと話すと、話していきましょう。君と話がしたい。すでに我々の戦士が夜通しハイウェイマンと戦っている。うん。日が昇ろうとも攻撃の手を止めないよう指示を出すつもりだ。向こうの注意を引きつけている間に迅速に動いてほしい。永遠に戦えるわけではない。まあそうだよな。そして神の恵みを忘れるな。君が知っているのは神の力の一端に過ぎない。無駄にはするな。ジャッジにも君についていく許可を出す。力に耐える場面もあるだろう。あ、右の人がジャッジしたのかな。きっと助けになるはずだ。指導者になるにはまずは我々の剣となれ。さあ行け。平和を願う皆が安心して暮らせるよう道を切り開くのだ。まあ指導者と言いつつの剣です。ジョセフの秘密クリアしました。いやー、すごい面白いね。もうトロフィーもゲット。助けるために来たんだな。ジャッジが仲間になりましたね。いい心がけだ。北に来る昔のこのホープカウンティに保安官。保安官の話、うん、気になる気になる。我々はバンカーの中で身を寄せ合うことに。そうだよな、そうだよな。強く憎しみ合った敵同士が突如共に過ごさなくてはならなくなった。うん。だが日を追い月を追うごとに言葉が出てきた。私の信念やプロジェクト、うん、典型、そして私を導く声について。ほとんど眠ることもなく食べるものもわずかだった。私があの保安官を変え、そして保安官が私を変えたのだ。なるほど。保安官はどこに、主人公はどこに行ってしまったの。でもあれか、やっぱキャラクターのこう選択の時にファークライ5を始める時に男性か女性かをこう選べたりするわけですよ。このファークライニュードーンでも同じように男性か女性か自由に選べたりするんですけど、だからこう保安官っていう表現にとどめてるわけですよね。だからな、主人公は出てこないんだろうけども、でもなんかこうやってストーリーの中にちょこちょここうね顔を出す感じいいですよね。つながりが本当に見えて楽しいよな。さあ、そしてプロスペリティの方に戻ってきましたね。アップグレードがすでにできるようになってるわけですよね。ここでやっていけばストーリーが進むんじゃないかな。無茶してないことを祈るよ。うん。どうもお前の雰囲気が変わったような気がした。ああ、知恵の見食べちゃったからね。ヤーデンがハイウェイマンと争う今、双子は2つの勢力と同時に対することになる。そうだよな。このチャンスを逃すな。プロスペリティではうまいことやってるがまだ足りない。彼らの力を最大限に生かす、うん、プロスペリティ復活の鍵は彼らだ。万全の体制を整え、双子に対抗する力をつける。それしかない。お前が立て直す間、こっちは情報を集めろ。少しでも奴らの牙城に切り込みたい。一通り済んだら戻ってきてくれ。で、アップグレードをすれば OK っていう感じかな。これでもうすでにね、戦力が整ってるからアップグレードすると。来たよ、プロスペリティレベル3。あ、ストーリーミッション期間追加されたね。キムと話す。ちょっと話していこうか。戻ってきてくれてよかったけど、祝福を浴びたみたいね。ジョセフから受け取ったものがそれに見合うといいけど。それはそうと別の問題があるの。ラッシュがいないの。あら、ラッシュいなくなっちゃった。わからない。ちょっと様子を見てくるって言って、そのまま帰ってこないのよ。あらま。嫌な予感がする。お願い、カウンティーで探してみて。ここの人たちは私に任せていいから、くれぐれも気をつけてね。じゃあラッシュ探さないといけないんだ。頑固だね、ウサギさん。問題を起こすなと言ったのに、なんでかしら。人質はもらったよ、ラッシュっていうね。肥料工場まで来るんだ。あらま。お仕置きしてやる。なるほど、ラッシュ捕まったんだ。ということで今回は、ファーザーとの再会、そして獣との戦闘で、次回はラッシュ救出に向かいたいと思います。ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。